すっげー大きい岩ロックって言っても私はびっくりしないよ。すっげー大きい岩ロック。なにこれ、ほこら？めっちゃ気になるじゃん。待って、今何時？まだ9時45分。これ赤い月こういうとしてないよね。入られるように下力だからだよね。行くか。あ、ヒノックス？ヒノックスか。しかも私スタルヒノックスって戦ったことあるんだっけ。結局目覚めさせる。まあ何事も経験か。壊してくれたらでもいいのに。さあどうやって戦う。とりあえず強いものから使ってこう。なんか強いものないよね。攻撃力上げるとかあるわ。いやないわ。こっちしかないの。移動してほしい。いっ。戦ってくれんの？マジ？すごいな。いいですね。いっぱい体に武器が刺さってるけど取る暇がない。あお。ハンマー鉄球めっちゃ頑張ってくれた。鉄球って強いのか。やった。おお、なにこれ。スタルヒノックスの角。どうこう。スタルヒノックスの角、不気味な角が突き刺さったトゲトゲが痛そうな角。武器につけると攻撃力がすごく上がる。
騎士の槍。よ、確かに騎士の槍は初めてかもしれん。城の騎士用に作られた、あ、これでも削岩機ができる。騎士の両手剣、よし。さてどこ行こうかね。まずこれを捨てて、これも捨てちゃおう。ん？なんか拾っちゃった。こんだけあったらさ、いいんじゃない。騎士の剣、城を守る騎士が装備していた剣、ピンチの時に進化を発揮し、ハートの乗り残りが1個以下になった時、強力な攻撃が繰り出せる。すごいねそれ。ただ今ちょっと武器がですね、ご覧ください、もう完全に岩壊したいセットになってるので、うーんって感じ。あそこもなんだよね。いやどうだろうな、ワンチャンあそこに火灯したら、今までのゼルダだったら開く可能性ワンチャンあるけど、こっから爆発させるの危ない、危ないね、危ないか。待って、こっちってどっち方面、こっち、なんだろうね。え、でもこれ届くのかな。いや、届いてないな、これ。でもこれいけるのかな、怖っ。ああ、ここは違うんだ。微妙に見えるのが面白いよね。無理っぽい。じゃあここは行き止まりかな。この夜光石を壊したいっていう気持ちはたくさんあるんですけど、まだ見ぬ岩がたくさんあるかもしれないので、そちらに向かいたいと思います。よし、じゃあスタルヒノックスがいたところを後にして先に進んでみよう。こっから来たんかな。うん、こっから来たんだ。こっから来て下に行って、で、ここに岩あるけど、こっちに水場があるって言って向こう行ったんだ。ではこっち側に行ってみよう。削岩機で行こう。削岩、これいって、突破。あんまり一点突破にならなかった。おー、なるほど。おお、もったいない、もったいない。おお、お金じゃん。え、これゴール？こっちはヒノックスルートで、別のところに宝箱ルートあるんかな。なんかこう服ないかなって私は今服ないかなって思ってます。じゃあちょっと戻って、青い岩が出る直前、ここだね。ここちょっと気になるよね。いけるかな。お、あるある。これはこっちにしようかな。チョコだ。え、あ、なんだろう。あー、そっち。私いつもこれで倒してるけど、なんか他に戦い方あるのか。
ア兵のすね当て、こうよりよ、こういうのを求めてたのよ。ハイリア兵士が装備していたすね当て、丈夫な金属を加工して作られた高い防御力をが特徴。重量があるので装備して走るには慣れが必要。ああ、なるほど、確かに。兵士の盾。いいね。これも壊れたりする？ないか。あ、え？え？え？お？え？あ、特に読みたいって思わんのか。読みたいって思わん。ダメか。どっから来た私。行こうから。ワンチャンこんなんかある？さ、どれから行こうか。いいよ。お、宝箱だ。全身あったりしないかな。なるほど。ね、これをですね、こうしてこうしてこうじゃ。すごいね。もうさ、なんかブレスオブザワイルドの時はわりかしこう探索 したなっていう感じあるんだけど、今作はコンプリートできる気がしないよね。絶対自分が行ってないとこあるだろうなみたいなの感じしかしないもん。よし、じゃあまた戻って、こっちだね。上に行ったんだけど、あそこから降りてきて、こっち側、こっち側も行ってないって感じ。足がしびれてきた。ちょっと先に使っちゃおう。こっち外れ？でももう一箇所行ってみたいとこあったはず。また戻っていた。あ、こっちこっちこっち。一番最初まで持ってきたのかな。いつものケチ症で生きてきたけど。全然余裕だったね。これでここの全容は分かったかな。これで全部だといいな。一箇所さ、行けなかったとこあるじゃん。壊せなかったとこ、あそこが本当に城から来れるルートだったんだろうね。こっちから向こうには行けないけど、まあ、行けちゃったらさ、入られる城なんか 入れちゃうから。まあでも浮いてるか。あら、そっちはないってことね。オッケー、これでじゃあいけたね。じゃあちょっと夜光石取ってこようかな。この武器が超余裕だったって。い、情報台に帰ってきた。桂田さんどうしたの？ああ、リンク様、こんちは、こんにちはっす。どうすか、情報台はお役に立ってますか？実はこの情報台は我らが榎田工務店の仕事なんですよ。もちろん設計はプロは様っすけど、世界を股にかけた一大事業だったっす。ああ、なるほどね。一から村っちゅうあっかれ地方にある小さな一つの店に過ぎなかった。社長の榎田さんがものづくりの天才で、噂がゼルダ様のお耳に入り、ハイラル復興のための事業を任されることになった。最近はマイホーム作りに力を入れてるらしい。へえ。人のことばっかりでまだ家作ってなかったんだ。いや、これ子供マジでいてほしいな。子供のために、このままじゃいけないな、自分の幸せ、家族のためにも頑張ろうって言ってマイホーム作ってくれてたらめっちゃ嬉しいな。で、報告ですね。もうグッバイね。ジェリンは壁を壊した罪で悪魔に魂を奪われるのです。あれはね、何だった？ほわ、頭の、じゃあ、穴の中に入ったですか？本当に悪魔いたですか？ジェリン、グッバイですか？ん？悪魔像って言いましたか？ジェリン、聞いたことあるです。
悪魔城に関してはジェリーの知ってる話していいですか？もちろん。命と力を司る神、女神の逆鱗に触れ魔に落ちる。悪魔の像とはおそらくこの命の力を司る神のこと。この台座はその像が神だった時に祀られていた場所だったのでしょう。ジェリンが聞いた声は悪魔の像様の悲しい声だったのですね。女神様が与える神ならば悪魔の像は奪う神。互いの存在があって初めてその力が発揮される。私はそう思いますね。ジェリンがここに穴を開けたのもきっと運命なのです。中には入れないですが、これからも私はここを掃除するです。そしてここから悪魔の像様にこんにちはするです。そうだ、これあげるですね。ありがとう。ロベリーの来月のお小遣いがあなたにあげます。ごめんロベリー。ジェリーの名前すっきりさせてくれたお礼ですね。安心してジョブに戻りますです。声の主の正体は悪魔像だったことをジェリーに伝えた。声の正体が分かったジェリーは安心して仕事に戻っていった。大冒険だったな。1時間ぐらい冒険してたな。新聞読んで。危機を脱したリトの村か。巨大グモの消滅により日常を取り戻したリト族。伝説の天の鳥船が再来か。お、天の鳥船ってリト族に伝わる救世主みたいな存在って聞いたことがあるけど、てっきりおとぎ話かと思ってたよ。本当の話だったんだな。なるほど。コラム欄は変わってない？眺望台の話。スプル足が各地に設置した眺望台が始動。勇気ある初発射はリンク氏が飾る。眺望台ってあのでっかいやつだよな。確かに地図を作るためのものって聞いたけど、あれ人を発射するやつだったんだ。はい、ありがとう。そうだ、そろそろ地下に行くのはありかもしんないな。一旦行く？ジョシュアちゃん。例の人型の像が描かれた欠片なんですが、地底調査の収集物の中に同じような欠片が複数見つかりまして、それを集めてつなぎ合わせたところ、じゃーん、見てくださいなのです。すごいね。おお、立派な壁画が完成したのです。真ん中の手ってラウルの手みたいな感じってこと？この壁画によると、ケイン様が見つけてくださった人型の像はどうやら複数あるようなんですが、ジョシュアが注目してるのは像の視線の先にあるこの神殿らしき場所なんです。おそらく正面に描かれてるのはこの大きな耳からしてゾナオ族かと。そしてそのゾナオ族に反応するかのように浮かび上がる謎の手形、これらが意味すること。まず一つ目は、手形の像の視線の先に神殿らしきものがあるということ。ああ、なるほど。そして二つ目は、その神殿らしきものにはゾナオ族に由来する何かがあるということなのです。ゾナオ族は不思議な力を操ったと聞きます。まさかその力が。でもこれはまだジョシュアの憶測にしか過ぎないのです。そこで剣士様の出番なのです。ケン様にはこの壁画に描かれてある神殿らしきものを探してきてほしいのです。そしてジョシュアの推測が正しいのか調べてきてほしいのです。本当は自分で行きたくて明かり花もたくさん集めてたのですが、ジョシュアはまだ子供なので地底に入る許可が下りなくて、ですのでこれはケン様に差し上げます。お、ありがとう。うん、大きいのもらった。あとこれも、あ、木の矢ありがとう。はい、明かり花と絹やセットは地底調査ではお決まりなのです。それに地底を調べることはゼルダ様の手がかりにつながるかもしれないのです。うまくいけば不思議な力とゼルダ様の手がかりの両方をゲットなのです。剣士様よろしくお願いしますなのです。人型の像が描かれた欠片をつなぎ合わせて大きな壁画を完成させたジョシュアは、中央に描かれた神殿らしき場所に注目。そこにゾナオの力が隠されているのではないかと考えてるらしい。神殿らしき場所は像の視線の先にあるとのことだが、像ってこないだの像ってタプチカいっぱいあったよね。だからどっか大切な像が一個あるっていう意味か。なるほどね。よし、ちょっとこの辺り読もう。
プルアって読んだっけ？読んでない気がする。ちょ、ゼルダからちょっと一瞬近しい人読んでいい？ゼルダ、ハイラルの姫。100年前に滅びたハイラル王国の姫。代々伝わる封印の力を持ち、王国を滅ぼした薬剤画の大水から人柱となって封印し続けていた。すごいよね。これなんて読むの？今ハンディの。リンクの助けで長き封印の役目から解放され、献身的にハイラルの復興を進めていた矢先に行方不明となった。いやマジ壮絶すぎるでしょ人生。プルは監視塔のリーダー、古代技術研究の第一人者、若い頃からハイラル王国直属の研究者で、近頃はゼルダ姫と共にゾナウ文明の研究やカイラル城に現れた将棋の調査を行っていた。かつては自分は実験台に若かりの研究も行っており、実年齢は100歳を超えるている子供の姿になってしまってたこと、ロベリー、プルアパッドの技術担当。一風変わった風貌だが、技術者としての腕は超一流。かつてはアッカレ古代研究所を拠点とし、研究成果を用いてリンクに力添えをしていた。その後は果ての古代研究所でプルアと共にプルアパッドを開発したが、自分の貢献度が大きいにもかかわらず、名称に彼の名前が含まれていないことを少なからず不服に思っている。なるほどね。ジョシュアちゃん、地底調査の責任者。その見た目とは裏腹に、皆が一目置く天才少女にしてて地底研究の第一人者。プルアに強く憧れており、共にゼルダ姫の手がかりを探すことに大きな喜びを感じ、日々地底の情報を集めに勤しんでいる。ということで。なるほど。なんか特定の何かを取ってきてほしいみたいな話なんかと思ったら、実は全然違ってるようだね。何する？いや地底はね、ここしか行ってないんだよ、だって。あ、最後にいた場所。あ、ここでワープしたから。これなんだっけ。あ、これ地下だったんだ。じゃあ行ってみようかな。一回地下調査はある。食べ物は、まあまあ大丈夫。そういえばここさ、ゾナウエネルギーの場所だったよね。うわ、地下でさプロモード結構きついかもな。あの全く参考にならない右下の地図って実は良かったんかもしんない。あ、ここってモンスターいたんだっけ。いたかもな。いや、いよいよ真っ暗だね。この地上で祠があるところの下にその木の幹みたいなのがあるって考えると、ここにあるのか。ちょっと遠いね。ここに1個目視で確認できたけど、あれね、さすがに暗いな。あ、でも先が見えないっていうだけで、近づいてったらそこそこ見えるのか。そろそろなんだけど、ダフネス谷と採掘場？ん？ここ？ああ、そういうこと？え、めっちゃいっぱい取れる。これは赤い月が来るたんびに、人口がいいよポイントってこと？さすがにこの量。上の方が爆弾じゃないと無理っぽいな。ちょっと、矢につけていってみる。おお。なんか、そのバッテリー作るのに100個いるって言ってなかったっけ？これ、なるほど。ちょっと、爆弾取れるところを開拓したいね。どんぐらい増えたかわかんないけど、50個ぐらい増えたような気がしなくもないですね。え？あ、でもこれじゃなかった。え？あ、でもまだ先なんだ。地図の場所。何だったっけ？何書いてあったんだっけ？古びた地図が示す場所。この上？
この上っていう表現なのか。間違えました。遠くなってる。わあ見えないね。すごいね。本当にすごいと思う。これ自分が光るってなったらどのぐらい光ってくれるんだろう。次地下来るときは発光飲料飲もうかな。飲み物なのか知りませんけれども、あの光なんだろう。明かり花ってさ、この表記の上って平気な火の玉。火の玉ですと。え、だいぶ遠くなっちゃったな。あ、これじゃない？え、あ、後ろだった。採掘の服。発光物質を詰め込んだ大小のランプをあしらった服。暗い環境で採掘などの作業を知るために作られたと言われている。ふえあの割と、なんて言うんですかね、力技でつけましたねっていう。発光するってなるとこんな感じってこと？その体発光物質。よし、じゃあチェックがあったやつはそれがあったという話でしたね。地下ってどうしようね。なんかそんなに見たい人いるかなっていう。あれだけ起動しよう。あの人玉めっちゃ気になるんですけど。ちょっととりあえず。うわ、なになになに、なに、こんないいだっけ。あいや、ほんま戦ってくれるのありがたいね。ああ、ゾノニウム落としてくれるんだ。へー、おう、まさかお前賞金にまみれてるのか。このちょっとっていうのも無理なんかな。ああ無理でした。あ、賞金まみれてなさそう。いや光ってんのいいな、地味にいいな。宇野千山の2、いいね。だいぶ明るくなった。この像が向いてる先になんかあんのかね。一筆書きみたいになってるとか。